こんにちは、あるいはこんばんは、整体院ゆわんどです。2019年もですね、皆様、ゆわんどにご覧いただける方も、まあ、こうやって YouTube 見てくださる方、チャンネル登録してくださった方もですね、本当にありがとうございました。ということでですね、2019年いっぱいでこちらの恋人募集中のヨッシーがですね、ユアンドを EX しましてですね、恋人募集の旅に出ます。ああ、なんで誰も突っ込まない、孤独感じさせないでね。ユアンドクォーター店の場所そのままでですね、ヨッシーが院長となって、渋谷美容整体院という名前の整体院の院長先生になります。おめでとう。もう8年ほどですね、まあ、ユアンドに関わってきた、携わってきたということでですね、ヨッシーから一言みんなにメッセージを伝えたい、そのメッセージを胸に2020年を生きてほしいということでですね、お願いします。やりづらい前から、まあ、感謝の気持ちをぜひ、まあ、実はテイク2だけどぜひ、あと最後に恋人募集中って言ってください、ちゃんと。はい、どうぞ。8年間あっという間でしたけど、皆様本当にお世話になりました。まだ渋谷ではまだ頑張りますので、またよろしくお願いします。お店の抱負の方は、頑張ります。とにかく頑張るそうです。はい、まあ、あのもう来ておられる方はですね、腕前の方は十分分かっていると思うんですけども、まあまあできる男ですから、はい、仕事中も分かってるタイプなんで、もしヨッシーが何かやらかした場合は師匠である私が相談に乗りますので、ユアンドにディスリの電話をかけてきてください。間違えてもコメント欄にディスリを書かないでください。そして一番迷惑なんでおやめくださいということで、あ、恋人募集中ちゃんと言ってないやちょっとあの奥ゆかしいとこありますから、はい、全然ヨッシーの隣空いてますよということですね。みんなヨッシーに一言何か伝えたいことがあれば。じゃあ旬やから、あ、じゃあいただきましょういただきます。ここで急この展開ですか。じゃあ一回飛ばす。いや、レスポンスだってほら言ってたから。あ、まあそうですね、一回飛ばそうか。あ、よっと、まあ、一回、あ、行こう、じゃあ行こう。あ、お世話になりました。またバーベキュー誘ってください。バーベキューはしねえな、キャンプだそうですね。あ、じゃあキャンプバーベキューはしておりません。はい、次ご指名どうぞ。ゴーさんで、お
はい、次まだかよ。慌てていいの。ちょっと、いろいろお世話になりました、またちょっと海も行かなくなりましたけど、ぜひまた行きましょう。行きませんと言って山です、山です。はい、次どうぞ。ご指名どうぞ。いた、ヨッシーさんにはいろいろお世話になりましたけど、いつでも帰ってこいよ。次行きましょう。まあ、板くんとはちょっと最後まで仲良くなれませんでした。そうだな、分かり合えなかったな。ちょっとな、ちょっとキャンプ行くぞ。キャンプ場だったら無視するんでしょ。やめろ、まあ、気づかないと思います。存在生きて。あとは次、じゃあ順番に。あ、順番に、じゃあ高山ですかね。吉井さん、お世話になりました。いろいろなことを教わって、吉井さんに最初に教わったのは、この仕事モテるからやんなよって言われたんです。という嘘ですね。まあ、ちょっと騙されて。いや、俺もそれ、俺もそれ言われたんで。お前モテたじゃんだって。まあまあ、まあまあまあ。人による、ね、人による、人による。もともとモテてましたから、ね。まあ、はい。持ってるもんが違うってことらしいです。すっごい人が睨んでて、今。キャンプ連れてってください。ありがとうございました。よし。はい、じゃあ、アッキ。吉井君、お疲れ様でした。そしていろんなね、仕事感も共感できる部分があって、また先輩としても大変お世話になりました。あ、ヨシ君がね、先輩という意味でね、お世話になりました。ちょっと分かんないかもしれない、ね、見た目はね、見た目は見た目は院長ですから、ね、間違えてない。間違えて院長って言われてから、ね、びっくりです、それで息になってから、ね、ちょっとそれ息ってます、ね、これカメラ切った説教だから。いや、まあでも本当にすごい寂しいんですけれども、渋谷行った時遊びに行きますんで、仕方しないで。迷惑だろ。突然行きますんで、キャンプ連れてってください。ヨシ君のアッキーが入れるテントがちょっと、あと食うから寝袋もちょっと対応しきれないから。そうそう、寝る時は自分の車で寝ますんで。車中泊でもいい。車中泊で飯だけ作ってくれってことなんで。ではぜひね、連れてください。また新しい、まあ、場所でも頑張ってください。まあ、新しいとかね、そのままですけれども、新しいお店で頑張ってください。そうですね、応援しております。おっ、はい、ということでですね、最後ですね、質問箱でね、ちょっとリクエストがあったので、今からそれをですね、回していきたいと思います。島村スーケベイ、アワルスーケベイ、アキオスーケベイ、アワキオスーケベイ、タカイオスーケベイ、イエスオイスーケベイ、イタツーダースーケベイ、イタツーダースーケベイ、ゴードスケベイ、オールドスケベイ、メン、ヨシノリスーケベイ、ヨシノリスーケベイ、イエーイ、すごい、全員の SKB コール聞かせてください。よし、最後久しぶりすぎて声が出ました。よし君のね、一番やっぱりやっぱ、これは一応元祖なんで、元祖 SKB なんで、もしね、やっぱ、まあ、うん、毎日やってた頃はね、もっと出ましたから、ね、あの頃もっと持ってたでしょ。まあ、そういう3年、もっともっと今上げていかないと。ということでですね、渋谷美容整体院にお越しの際はですね、吉野リスケベと言っていただければ、ちょっと周りを見ながら答えてくれると思いますので、ぜひそれも挑戦してみてください。2019年もお世話になりました。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。キモ。